安本双眼鏡好きのサラマニでございます。今回はまたラジオ的動画ということでお送りしたいと思います。まずね、前回のラジオ的動画でお送りしましたプログラマブルキーボード、あれ言えてないかな、まあいいや、キーが3つにロータリーエンコーダー、回転軸が1個ついているやつね。で、任意のキーが登録して使うことができるというミニキーボードなんですけど、これを使ってね、ダヴィンチレゾブルあれなんだっけの方でちょっとね、編集してみたんですけど、使い心地いいですね、やっぱりね。まず、筋入力がメカニカルキースイッチなので、スコスコね、こう入力されて気持ちいいっていうのと、キーの割り振りの方も、大体思い描いてた通りにね、使うことができて、なかなか良い感じだと思います。ちょっと気がつかなかったのは、これ回転軸ね、つまみの方なんですけど、押し込みのボタンがついていました。これ最初気がつかなくてね、登録してなかったんですけどね。見たらなんかね、登録のところにセンターっていうのがあるんですよ。だから、センターって何と思ってね。で、調べてみたら、押し込みのボタンの部分も、使えるのでね、だから、思ったよりも、使い勝手良かったですね。はい。難点というかね、不満点なんですけどね、これね、ゲーミングらしく一応ね、LED のね、照明が内蔵されてるんですけど、これの方がね、いまいちなんですよね、パターンがね。で、全消灯と、入力と関係なく順繰りにこう光っていくパターンと、押したところが光った後に色がずんずん変わっていくというね、なんかよくわかんないパターンとあってね、これだとちょっと全消灯以外は使いたくないかなという感じなんですけど、これ全消灯していてもロータリーエンコーダーを回転させるとね、なんかのタイミングでパッとつくことがあるんですよね。よくわかりません。で、こんなに使い心地が良かったんだったらね、回転軸1個のキーがね、3×2 列のやつがあるんですよね。こっちだったらライティングもね、LED ライトもついてないし、そのキーが増えてね、この分いろいろ割り当てられるのでよかったかななんていうふうに今ではちょっと思いますけどね。ということでした。なかなか使い心地良かったです。はい、続いてはですね、話題なんですけど、ニコンがね、グッドデザイン賞受賞ということで、2022年度のね、プレスリリースということで出てます。カメラとかね、いろいろ受賞してるんですけど、双眼鏡だとモナーク M7 とプロスタッフ P7 の方が一応グッドデザイン賞、一般的なグッドデザイン賞の方に入っているということだそうです。ね、あんまりありがたくはないっていうか、ありがたみがない賞ですけどね、グッドデザイン賞ってね。でもまあ、こうやって企業の方では、やることで多少なりとも箔がつくんですかね。もともとの成り立ちとしてはね、デザインの盗用なんかが問題に昔日本でなってた時に、ね、ちゃんとデザイン、オリジナルでデザインしてるものを、に賞を与えるみたいな感じで、するものだったようですね。だから、特に優れたものを、ね、立て祭るような、立て祭る賞とはちょっと意味合いが違うもののようですね。現在ではそこまで露骨なパクリをね、日本の企業もしなくなってるとは思うんですけど、でもまあ一応ね、このグッドデザイン賞のね、この G マークは認知度は広いものだとは思うので、まあそれなりに役に立つんでしょうかね。結構お金もかかるみたいなんですけどね。はい。で、双眼鏡と全然関係ないんですけど、以前に何回か登場しましたボイスピーク、音声合成のね、テキストを読み上げるソフトなんですけど、2022年のグッドデザイン賞をやっぱり受賞しているという話だそうです。こういうのもグッドデザイン賞なんですね。へえと思って、まあ何の関係もないですけどね。まあグッドデザイン賞、あとね、個人的にはね、双眼鏡の情報を調べてた時に、なんだっけかな、スタイラスビジョンの時だったかな、オークションで落札したんですよ。オリンパスのスタイラスビジョン。フラット型のやつね。で、あれ、最初名前がわからなくて、調べてるときに、確かね、このグッドデザイン賞の、ね、受賞のね、検索で引っかかって名前がわかったという経緯があったと思いました。だから、あんまりこうね、意味ないような気もするけれども、ね、過去の工業製品を振り返るという意味では、グッドデザイン賞の受賞をね、検索できるサイトでチェックしてみると、あ、こんなのがあったんだっていうふうに昔を振り返る意味では面白いかもしれないですね。ということでした。
はい、続きましてはですね、双眼鏡ホルダーの話をね見かけたので、これちょっと取り上げたいと思いますね。リックヤングアウトドアのねウルトラライトハーネスを取り扱っているホビーズワールドさんのブログの方でね紹介があったんですけど、片側のね鏡頭をこうクランプ的にこう掴むようなビノホルダーですよねが紹介されていました。ヨドバシとかでも普通に売られているようですけどね、私も何度かこういうタイプの、ビノホルダーは見たことが、ウェブ上ですけど見たことはあるんですけど、ちょっとこの絵的なものでね、個人的には不安を感じちゃうんですよね。ね、これこう鏡頭がこうメキメキってねこう潰れたらどうしようっていう風に考えるのはね、あの脅迫観念に近いものがあるかもしれませんけど、不安があるな、強度的になっていうふうに思いますね。特に最近はね、ポリカーボネート製ボディのね、強度のものがありますので、ああいうのだと簡単にこう、くちゃっていっちゃいそうな気もするんですけど、どうなんでしょうかね。というか、もちろんそういうね、強度的なものは考えられて作られてはいると思うんですけど、ちょっと怖いなというふうに個人的には感じちゃいますね。ただこれね、底面のところがアルカスイス互換になっているので、規格になっているので、雲台の方がね、それ用の雲台がついている方は、これだとパッとね、つけやすいとは思いますよね。取り付け方は簡単だし、目幅調整もやりやすいよということだと思いますけど、見た目的な問題だけですかね。お値段もちょっとまあ高いっちゃ高いですか。1万円あれば、大仏25ミリクラスの双眼鏡をね、買えるなっていうふうにちょっと思っちゃいますけどね。はい。ということでした。続きましてはニコンのね、ウェブサイトの方なんですけどね、ニコンイメージングのウェブサイトの方で、双眼鏡関係のアクセサリーパーツが分かりやすく掲載されるようになっていますという話です。これ前にも話したことあるかもしれませんけどね。確かね、1年以上前は、こんなにね、詳細にいっぱい全部のね、双眼鏡のオプションパーツを載せてはいなかったはずなんですよ。どれでしょう、半年ぐらい前かな、気がついたのはね。なんかね、ニコンの双眼鏡関係のアクセサリーがこうずらーっとね、画像付きで、で、ジャンコードも分かるような形になって、掲載されるようになっていますね。で、だから今回の角型目当てね、についても、私が知っていたのはね、業務用角型目当てと、あと私が今回動画使ったやつ、多分これだと思うんですけど、ね、7倍、10倍、18倍、角型目当て。ね、この2種類ぐらいしか知らなかったんですけど、他にもエッジ用のやつみたいで、他に3種類出てるんですよね。お値段が高いんですよね。1000円するんですよね、この3種類はね。ということで、角型目当て5種類出てるんですねっていうのも、私見て初めて知りましたので、他にもね、これはね、トラベライトの6、アイカップも売ってるんですね。へえーと思って。珍しいですよね。目当てだけ売ってるっていうのはね、あんまり見ないな。他には接眼レンズね、キャップとかもいろいろ出ていますね。私が愛用しているやつも、これ多分そうですよね、これね。健康ウルトラビュー EXOP8x32DH2 にはめてるやつですね。これなんかも載ってますね。で、見るとわかりますけど、結構安いものが多いんですけど、ものによっては高いんですよね。で、最近のものになるにつれてお値段上がり気味になっていますので、このね、特に前回使いました角型目当てのね、この安いやつ、お値段希望小売価格で220円かっこ税込みですからね。この辺なんかはね、多分ね、割に合ってないと思うので、そのうちにね、値上げすると思うんですよ。だから、気になる方は、今のうちに注文しておくのいいかもしれません。あとね、ゴム物なのでね、消耗はすると思うので、予備を買っといてもいいかもしれませんね。角型目当てがお好きな方はね。意外と汎用性がこうやって考えるとあるんですよね。ケースさえはまれば一応ね、使えないことはないということで。ニコンはこうやって付属品とかね、そのオプションパーツなんかについても一つ一つね、ジャンコードつけて流通させているようなんですけど、他のメーカーはこういう風なね、扱いではやっていないことも多いみたいですね。
というかニコンの方がイレギュラーな感じでしょうね、おそらくね。だから他メーカーの場合は、ね、量販店なんかでオーダーがちょっとしにくかったりするんですよね、うん、この辺もニコンがやっぱり素晴らしいというふうに私がね絶賛する、うん、一つのポイントではあります、はい、それではコメント返信の方を行っていきたいと思います。まずは友達さんですね。前回のラジオ的動画ね、ニコンの角型ミクチーをゲコウルトラブ EXOP 10倍32WDH2 でしたっけ、あれ名前忘れちゃったけど、うん、にはめる動画ですね、うん、にいただきましたコメントですね。もともと友達さんからのね話があってこれ試してみた形になりますのでね、試していただいてありがとうございますと、とても参考になりましたと、ヨドバシ .com で購入したいと思います。ヨドバシ .com ね送料無料なんですよね、恐ろしいことにね。大丈夫なんですかね、うん、ね、でも本当にありがたいですよね。はい、昔はだからあれ角型ミクチを近所の北村で買った時は確か送料無料ではやってなかったんだと思いますよね、うん、だから、ね、わざわざ北村で注文したんですよね、うん、はい、続きですね、ウルトラビュー EXOP の目当てサイズは現行ウルトラビューの6倍30ポロとも近いと、うん、アートスは確かに目当てでかいですよね。そうそうそう、アートスにはちょっと合わないと思います。健康のミラージュポロ10倍50とは合いそう。なるほど。とりあえず1個買ってみてね、具合が良ければ2個3個と買い足してもね、お値段安いですからね。チャレンジされてみてはいかがでしょうか。ね。ね、ミラージュのポロね、10倍50ミリ私も欲しかったんですけどね。何回か買うチャンスはあったんですけど、ね、しまう場所のことを考えるとね、最後まで手が出ませんでしたね。昔は日本製だったんですよね、これね。あの頃にもね、欲しかったんですけどね。前にも一回話したと思いますけど、ね、私がね、例によって双眼鏡情報をね、いろいろ漁っていた時に、何年か前です。結構前ですかね。もう5年ぐらい前かな。韓流関係のね、アイドルかなんかの、お好きなね、お姉様方が、のな、間でね、ごく一部ですけど、これ口コミになってたんですよね、うん、このミラージュの10倍50ミリをコストパフォーマンスに優れているよと言って、うん、その仲間内ではね広まってったんですね。私もねウェブ上で知ってただけですけど、うん、これに目をつけるとは渋いなと思いましたね。だって値段当時としてはどうでしょう、5000円とかでしたっけか。重さを我慢すれば大きな会場のやや暗めのコンサート会場なんかではこれは威力を確かに発揮するような気はしますよね、うん、というふうに思いましてね。そういう意味でもねちょっとねこのミラージュのね10倍50ミリのポロ欲しかったんですよね。どんなもんなのかなと思って、今となってももうちょっとね買わないかなって思いますけど、はい、続きましてはアイラブトゥインゴさんですね。前回のラジオ的動画の方でコメントいただきました白馬のベルトポーチか、うん、のケースに関連してですね、うん、でということでこれについてはだから Amazon の方でレビューされているということで、うん、ね、Amazon にとりあえず書いとけば確かに多くの人の目には留まると思いますので、ね、4人がボタンを押したということですけど、押してない人にも3分参考になっているので、こうやって形に残しておくと誰かの役に立つんじゃないかなというふうに思います。うん。で、それはそうとしてと。アイラブトゥインゴさんの方は、ガリレオ式気に入ってるけれども、望遠鏡ショップに買い取り打診したところ、価格がつかないと。まあね、ああいうところはね、安く買い叩いて、ね、高く売るのが商売ですから。世の中ではガリレオ式双眼鏡はほとんど認知とか評価されていないのかなと思いましたと。そんなことはないと思いますけどね。私がね、双眼鏡に興味を持ったね、11年前とかだと、どうでしょう、火災トレーディングのやつぐらいしかなかったと思うんですよ。それがビクセンとかサイトロンね、もうちょっと一般的な流通に強いメーカーの方でもね、自社ブランドで取り扱うようになったということで、むしろ昔に比べると、私は大昔知らないですからね、10年ぐらい前と比べると認知度なんかは上がってるし、製品のね、そのだから入手しやすさとか
もう広まっているような気がしますけどね。お値段がつかないのは単純に用途が限られているからということじゃないですかね。だから、うん、値段がつかないから価値がないという意味ではないと思いますね。はい。うちの動画にねコメントいただいた方だと、確かホワイトアルトさんもこの手を一つ持ってましたよね。あとはね、コメントいただいていますカメラでユーイングさんの方もね、うん、ということでね、うん、そんなに気にしなくていいんじゃないのかなと思いますよ。はい。ね、多分ねこういうのでね双眼鏡でね業者でね高く取り扱ってくれるっていうのは、一部高級機種とか、あとは防振双眼鏡ですよね、流行り物でないとなかなかちゃんとした値をつけては買ってくれないと思いますけどね。結局双眼鏡はね物自体マイナーなので、業者がね扱うにはリスク高いんじゃないですかね。ということで値段も安くなるのかなと思いますね。続きましてはギャラクシー2259さん、カメラでユーイングさんですね。そうそうそう、カメラでユーイングさんも北村でパーツ購入利用されてるということでね、近所で取り寄せられると便利ですよね。とは言っても最近近所の北村も行かなくなっちゃったな。ね、ギャラクシー2259さんの方は、うん、3D プリンターでね作っちゃうんですよね。もうねボン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 、あのカメラかっこいいですよね。なんだっけ、エイトムなんとかってやつ忘れちゃったけどね、あれリモコンで動くんですかね、ウィーンっつってね、あれかっこいいですね。うん、密かに動画見てますよそうですね、やっぱりね、この手のマイナーデバイスというのは業者のところでねつける値段が物の価値とは言い難いですよね。オークションを張っているようなね方であればちゃんとチェックされてると思うので、そこそこの値段で売れるんじゃないですかね。うん、はい、続きましてはタラテマ1323ですね。ニコの角型目当て、業務用のやつね。私、業務用のやつは持ってないんですよね。とりあえず安かったので、あっちの方だけ買ってみたんですよね。そしたらうまくハマったので、ブシュネルのパワービュー 7x35 の方ね、ハマったので、うん、これでいいやと思ってね、使ったんですけど、まあ結局使わなかったんですけどね。うん、で、ニコンの 10x25HGL に取り付けましたと。あ、なるほど。ニコンの HGL にこの業務用の角型の目当てだと、良い感じに収まるみたいなんですね。へぇー。ゴッテスの 10x50mm に合いますかこの 7x10x18x 目当てね、うん、の方がゴッテスの 10x50mm、 これは私も後でやってみようかな、うん、はい、接眼部の口径が 30mm だと業務用の角型目当てね、で 40mm のやつがこの 7x10x18x 安いやつ安いやつでいいよねもうね、うん、がいい感じのようですね。あ、情報提供ありがとうございました。この2種類はね、比較的お値段安くて手が出しやすいので、気になる方はね、買われた方がいいと思いますね。うん、いや、意外とはめてみると、そんなに格好悪くないんですよね。意外と、うん、しっくりくるんですよね。うん、見た目的に悪くないっていうのは、うん、ポイント高いなと思いました。はい。最後は、佐藤太郎さんですね。ブシュネルパワービュー 7x35 にいただきましたコメントで、でこのものが、ミラージュの8x30 とそっくりですと。へ、うん、違うのがピントリングと外装だけと。うん、こういう古典的なポロっていうのがもしかしたらどっかにオリジナルがあって、みんなそれコピーしまくってたりするんですかねなんてことを思いましたね。私にはねちょっと、うん、どれも似たような感じに見えちゃってはっきり見分けがつかない感じですかね。うん、はい、なんてことを思いました。はい、最後にこれオークションのね話なので言おうかどうしようかちょっと悩んだんですけど、まあね、ね、せっかくここまで聞いていただけてる方に対してね、うん、ちょっとでもね、お役に立てればと思いまして。以前ね、ラジオ的動画の中で私語ったと思うんですけど、ね、買わない双眼鏡としてね、多分買わない双眼鏡として、ビクセンのアリーナ HD8x21WP という双眼鏡をあげたと思うんですよね。これのね、似たような性能のまあ中身ほぼ同じだろうっていうものを持っているのでね、うん、これもいずれ双眼鏡のねことで取り上げると思うんですけど、ね、このビクセンのアリーナ HD8x21WP 発売からねそこまで年月経ってないのにディスコンになっちゃった双眼鏡なんですが、これがね今ヤフオクの方で、ね、出品されている方がいるんですよね。でどうでしょう、相場的にはお値段、箱がついたやつだと2000円前後ですかね。で、落札されるパターンが多いようです。で、あと箱なし用のやつをね、他のアカウントの方がね、
売ってるんですけど、箱なしだと1500円ぐらい、いずれも送料無料なんですよね。だからおそらくもしかしたらっていう風なちょっと思うところもあるんですけど、まあいいや。いずれにしても、だからこのアリーナ HD8x21WP がそこそこ、ね、安く買えるチャンスではあるので、気になる方はヤフーオークションを覗いてみてはいかがでしょうかということを最後にこっそりね囁いて終わりたいと思います。はいね、私も買ってしまいました。なんかね、買わない双眼鏡とかね、自分でね名前を挙げといて結局買ってるっていうパターンね。なんだかなと思いますけど、はい。ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ごきげんよう。